無所属の会の、平野博文でございます。林大臣と、こういう場面で、質疑をできるということは思っておりませんでしたけど、大変今日は嬉しく思っております。大臣ね、今日ずっと、各委員の質疑を聞いておりましたが、私もずっと文教が長いんですが、今日の委員会の質疑のあり方を見ておられて、所管大臣としてはまずどう思いますか。通告しておりますよ、もちろん。林文部科学大臣。平野先生のようなこの分野のスペシャリストで、かつ、大臣としては先輩でいらっしゃいますので、平野先生とご議論ができますこと、大変嬉しく光栄に存じておるところでございます。もう委員会初めて答弁に立たせていただいておりますので、今までとの比較というのはなかなか難しゅうございますが、しっかりとそれぞれの問題意識に従って、このご質問をされておられるというふうに伺っております。平野博文君。それではですね、少し基本的なところを、ご質問をさせていただきたいと思うんです。私この委員会でも、申し上げておりましたが、特区という仕組みに教育の分野を持ち込むということについては、ずっと私は、疑問を感じてきた男でございます。特に私なぜそういうかといいますと、文科大臣の時に規制緩和をしてですね、株式会社率を随分起こしてきた経過がありまして、その時にいろいろ後始末が私の時でございました。従いまして特区で起こして成功した事例が本当に私は、少ないと思いますし、ほとんど皆無に近いんだろうというふうに思っています。そういう意味で今回この家計の問題については、特区というこういう特別な枠組みの中で新設をするこういうことでありますから、私にとりましてはこれまた大きな問題が、起こるのではないかという疑念をずっと持ちつつ、この委員会でまた委員の皆さん方の質疑を聞いてまいりました。改めて今日、確かに文科の立場で申し上げますと、大臣の部分では審議会にかけた、その結果を答申を受けて、その答申を尊重して、許可をしたと、こういうことでありますが、先ほど同僚の議員を含めて質疑の一番の前提は、そこに行き立つまでの間があまりにも、不透明である、こういうことなんだと私は思うんですね。したがって所管は文科でありますから、文科委員会でやるということについてはいいと思うんですが、これは内閣の連合審査をしっかりとしていくことが、私はもっと中身がよく分かることになるんだろうと思いますので、まず、今日は開いておりますけれども、委員長に連合審査を、ぜひ申し上げておきたいと思いますし、その計らいをぜひしてもらいたいと思います。理事会にて審議いたします。はい、委員長。それでないとですね、先ほど内閣の政務官が来られましたが、あれだけぶっちぎりの、答弁をされますと、何をやっているのかよくわからない、これが素直な、気持ちであります。したがってぜひこれは筆頭にもお願いしておきますが、そこで真相を究明をしてもらう、こういうことをぜひお願いをしておきます。さて何点か申し上げます。質問時間が20分しかないということでありますので、基本的なところだけを質問したいと思うんです。まず安倍総理がですね、通常会閉会後に突然にですね、獣医学部の新設を速やかに全国展開をする、こういうことを言い出し始めました。これ大臣、そういう発言あったということはご記憶ありますか。林文部科学大臣。当時私はこの席におりませんでしたので、報道で聞いた記憶がございます。委員長。平野博文君。確かに林大臣は当時は大臣でなかったわけでありますが、速やかに特区を前提として物事が進んでおる中で、突然にですね、速やかに全国展開をする、こういう発言が実はあったんですね。何を言っとるんだろうと、一校に限りますとかですね、
4項目、4条件を挙げて、抑制的に仕組みを作っておられるのに、全国に展開をする、こういう発言まで安倍さんされたんですよ。これは私はものすごくその論理矛盾を逆に起こしているのではないか、これは非常に私は危機に感じました。その点についてはまず指摘をしておきたいと思います。実はね、私は総理の発言は半分は僕正しいと思ってるんですよ。全国展開するこういうことを2つも3つもやっぱり作っていくんだ、こういうことは行政のトップであります総理の発言というのは半分は私は正しいと思っているんです。すなわちどういうことかというと、もし今までの制度に問題があるんだったら制度をやっぱり改める、こういうことだと思うんですね。妙に特区という抜け穴を作ってやっていこうということではなくて、根本的なところに問題があるんだったら改めていこうということの方が私は正しい筋だと思う。したがって、制度全体を改めていくという、これは例えば文科大臣、大臣の所管で考えられることですか。林文部科学大臣。まず総理のご発言についてのご指摘がございましたので、今年の7月24日の衆議院の予算委員会での総理の答弁で、意欲ある提案が出てくれば2項目、3項目ということで、現行の特制度を前提にされて答弁をされておられるということも申し添えさせていただければというふうに思いますが、まずそこでの総理の答弁にもございますように、この今回の獣医学部の新設は戦略特区の枠組みの中で内閣が中心となって農林水産省との調整を経て認めることになったということでございますから、さらなる新設を認めていく場合には従来通り内閣府を中心に農林水産省及び文科省が連携して需給の動向も考慮しつつですね、国家戦略特区の枠組みの中で検討を行うということがまずあると思っております。さらにですね、今大臣先生からご指摘がございましたが、文部科学省としてはですね、今お話があったように獣医師の需給の観点から抑制が行ってきておりますので、需給を所管する省庁においてですね、判断が行われれば国人の扱いも含め検討を行う必要があるというふうに考えております。委員長、平野博文君。市からはこれだけの問題が起こってきたわけでありますから、需給の問題を含めて特に医者でありますとか教員でありますとか計画的に人材を養成をしていくところについては、林大臣の下で国事としては抑制をしていくと十分に考えてやっていくんだということで今日まで来ましたが、これからどうあるべきかという議論を、特にこれだけの問題を起こしているわけですから制度自身もこれから考えていくという、こういうお考えはございませんか。林文部科学大臣。まさに委員からご指摘がございましたように、この需給に関する見解というのは、獣医療行政を所管する農林水産省から出されておりまして、そういう見解を踏まえて昭和59年以降抑制してきたところでございます。したがってこの需給についてですね、まずは所管省庁のご判断というものがあるんだろうとこういうふうに思っておりまして、それを受けてこの所管省庁の方で問題ないというふうにこの判断すればですね、先ほどちょっと申し上げましたように国人の扱いも含めて検討を行う必要があるというふうに考えております。平野博文君。この委員会でもね、農水の役人の方来られて需給の部分については足りないとこういう判断は農水はしていませんよ。あるんだけど特区でやられるからその部分の制度設計の中でのご議論ということになっているんですよ。したがって私はね、そこをやっぱりしっかりとこれだけの問題をやっぱり国民的疑念を持った私はテーマだと思ってますから、改めて私大臣にね、関係省庁と合わせてこの問題の顛末をやっぱりしておかないといけない。また改めて今大臣おっしゃったように特区の考え方でもし改めて出てくるならば特区という制度でやるということですが、私は教育にね、特区なんてやっぱり使ってもらいたくない。
したがってもう一度制度上の問題があるんであれば制度を見直すという視点に立ってこの政策変更をされるべきだと私は実は思っております。そういう視点でもう一点、特に需給の調整私は絶対大事だと思っています。したがって東電抑制をするこういうことについても社会的コスト等々を考えるならばそういう判断というのは一方であるんですが官房長官がね会見で文科省が獣医学部の参入規制を設けてきたことについてということで抵抗勢力だ文科省ですねで岩盤規制だとこういう指摘もしているわけですよ。このような発言私絶対誤りだと思うんだけども大臣どう思います。委員長。林文部科学大臣。ちょっと今手元に官房長官の発言の詳細を持っておりませんが先ほど申し上げましたように所管省庁である農林水産省の需給の判断に基づいて、抑制をしてきたということで具体的に抑制をしている告示は、文科省のものであるということで、そういうご認識につながったのかなと思いますが、もちろん官房長官におかれてもその農水省との関係というのはご承知の上で、具体的に告示というところをとらまえてそういうことをおっしゃったのかなというふうに、推察はされます。平野博文君。さて、時間がね押してきましたけど先ほどの議論がありましたがこの日本最高戦略改定2015というこの4つの閣議決定項目がありますでその中でやっぱり私気になりますのは既存の大学学部では対応困難な場合とこういうことがございました。で僕既存の大学って16校ほど大学ありますよね。獣医学部の養成しているところがこの大学は設立した時の構想を持ってそれ以外の時代の変化に対応した獣医師の養成をしていないということを前提にしたような言い方をしておりますが今の全国ある獣医学部のカリキュラム並びに獣医師の人材養成の変化について文科省は調べたことを大臣文科省は調べて大臣の方へ報告を上げていますか。林文部科学大臣。先ほど前半のご質問の中で、フォローアップというお話もありましたが、随時必要に応じてですね、この認可をいたしましたカリキュラム申請に応じてやっておられるかということはこの把握に努めておるところだというふうに思っております。委員長。平野博文君。ちょっと大臣違うんですよ。要はね各既存の大学の獣医学部の獣医師の養成の中にコアのカリキュラムさらにアドバンスという言い方をしておられましたけれども既存の獣医学部でやってもアドバンス的な新たなこの時代の変化に対応する獣医師さんを養成をするこういう方針を出されてやっておられるのではないでしょうかということを言いたかった。その点についてと思います。林文部科学大臣。各大学におかれましてですねモデルコアカリキュラムに基づいて、関連する教育研究を実施しているということは、我々としても申し上げてきておるところでございますので、その後ですね、実はこのプロセスの中でよろしいですか。内閣府において例えば感染症が発生時に国際的な協調を図りながら水際対策のできるグローバル対応可能な獣医師を重点的に養成しようとする点で既存の学部と異なる等々のこのご判断がありまして、文科省としてもその考え方をですね、理解をしたということでございます。でこのモデルコアカリキュラムの中にはいろんなものが入ってございますがそれを集中的にこのコースだとアドバンストコースだというふうに分けてですね集中的にそういう人材を育成するということでは必ずしもなくてですね学生の選択に応じてそういうカリキュラムを用意しているということでございましたので今回はそういうものをしっかりとですねアドバンスト科目というふうに位置づけてその需要に対応できるようにしようというところでこの既存の学部との違いというのがあるのではないかというふうに理解しております。平野博文君。
私はね、ちょっと僕、大臣ね、違うんです。私も気になるもんですから、何校かやっぱり聞きましたよ。聞きますとね、やっぱりその学部の元教授とか、そういう方々に聞きましたけれども、こんなの各大学校が時代に応じてですね、獣医師を養成をしないと、大学自身がもう取り残されてですね、ダメになるんだと。当然だと思いますよ。したがってこの4条件のね、既存の大学学部では対応困難なんていうね、項目自身がですね、これ何を意味しているのか、ここが非常に私はキーに感じるんですね。したがってほとんどの大学では今このこれからの新しい獣医師さんのあり方、国際関係含めて当然やっているんです。そういう中で改めて既存の学校ではできないという項目を入れている、こういうことですが、今回の課程については既存の大学ではできないそういう獣医師さんを養成する、こういう旗を挙げておりますが、全く私今の既存の大学の方が優れた僕獣医師さんを養成していると思うんですが、大臣そう思いませんか。委員長、林文部科学大臣。先ほど少し申し上げましたとおりですね、各大学のそれぞれのカリキュラムの中で、こういう、加計学園においてアドバンストというふうに位置づけられたようなものは、この部分的に実施をされておるということは、先生おっしゃるとおりでございますが、この3つの分野について重点的にカリキュラムを構成するということには、必ずしもなっていないということで、さらに申し上げますと、各研究室の個別の取り組みに参加して、指導を受ける、こういう形が多い、というふうに伺っておりますので、そういうところで、今回のようなことを、仮にやろうといたしますと、学部段階のアドバンスト科目の開設を含むですね、カリキュラムの抜本的な見直し、さらにはそれに対応して教員の大幅な入れ替え等が必要になってまいるということで、既存の組織で対応することは一般的には困難であると、そういうふうに考えております。平野博文君。私はね、アドバンスっていう、これやっぱり大学院ドクターコースを含めてですね、作っていってこそそういうところに展望がある。今の家計についてはそういう発想もまだないわけですよ。できてないんですよ。でそういう中でこの議論がですね、空転しているような議論をしているような気がしてなりません。したがって現実的なやっぱり大学改革を私も進めてきた立場ですから、そこはやっぱりしっかり文科省としても見届けないと。政治的に特区を作る、その中に文科はもうやむを得ない、特区作られるんだったらやむを得ないみたいなことじゃなくて、文科省はやっぱり人材を養成していく所管の役所でありますから、そこはやっぱりしっかり、これは絶対ダメだと抵抗してでもですね、やっぱり我が国の人材を養成していく役所として誇りを持って、ダメなものはダメだと言える役所にやっぱりなってもらいたい、こういうふうに思っております。もう一つはですね、もう時間が押してまいりましたが、家計でですね、今治でどんどんこれ校舎が出来上がっていくんですな。このテレビ等々、あるいは現場を見ていますと。しかし一方、国会の方ではですね、本当に認可されるんだろうか、されないのにあれだけどんどん作っていくということは、国会で議論、行政の手続きのことを関係なく進めていっている光景を見ると、国民一般の人は国会でなんやかんや言っても必ず認可されるんだろうというふうに映るんですよ。この委員会は一体何なのかと。行政の大臣が認可もしていないのに、建物がもう八分通り出来上がっている、来年の4月には開校する、学生に募集かけている、これはですね、明らかに僕、行政上の不備だと言わざるを得ないと思うんですね。今までは確かに指導しながらやってきた、こういう経過はありますが、これだけ問題が起こった事案についても同じようなプロセスで進めていっている、こういう行政の在り方について私はやりかえないと。国民から見たらいくら議論したって出来上がっていくんだ、こういうふうに思えてしまうんです。したがって最後になりますが、大臣、
改めて原点に戻して、大学の設置審あるいは大学の許可については、許可が下りてから建物を作っている、学者を作っていく、生徒の募集をしていく、こういうふうに変えないとね、許可も下りてないのに生徒の募集の案内、募集要項が出来上がってる、建物はどんどん工事発注して出来上がっていく、これはキーに感じませんか、大臣。委員長、林文部科学大臣。これは先生も大臣として携われたので、そこからの問題意識というふうに お聞きをいたしましたが、国家戦略特区であるかないかにかかわらず、ほとんどの大学や学部等の新設の場合はですね、申請前に校舎等の整備を開始をいたしまして、開設までにですね、開設したいという申請でございますので、施設の利用が可能となるように準備を、進めるということで、そのことにですね、特に問題があるというふうには考えておらないことで、ございます。で、これはもう改革に間に合うように申請者の責任と判断でですね、行われるのがこの校舎等の建設であるというふうに理解しております。以上、最後平野博文君。時間が来ましたからいいんですが、ただね、その形容される家計の問題だということには私ならんと思うんです。今日の議論もありました、税金使いますから、税金を使わなきゃ私はね、いいと思うんですが、公金を使って助成をしていくわけですから、ここはもう一度大臣ね、原点に返して、在り方についての議論をですね、ぜひお願いをしておきたいと思いますし、最後に再度連合審査、内閣府との連合審査を強く求めて、私の質問に終わります。ありがとうございました。